恥をかくようなことは何も。いいぞ、みゆき。父さん、なんでいるの？踊り撮ってたの？おお、なかなか綺麗に撮れてるぞ。ふーん、父親らしいことも。てめえ、こら！私の娘を撮るのに協力してくれたんだよ。礼儀正しくしっかりしてなさる。良い育て方をされたのでしょうな。いえ、とんでもない。最近になってようやく毛が生えた。なんで私だけ。白組頑張れ。頑張って。赤組、私も会長を応援したい。あいつが生徒会長ね。器じゃないだろうに。どうせボロ出さないように必死にやってんだろう。聞き捨てなりませんね。私は生徒会副会長篠宮かぐやです。白金みゆきがどういう人間か私に教えてくれないか。選挙で選ばれた生徒会長で、立候補者はたかだか数名だろう。目元もキリッとしていて、親の遺伝子が良かったんだな。会長は学園一の成績で。それしか能がないんだろう。会長は素敵な人なんです。なんでわからないの。いいリアクションをする子だな。この世にいい人なんていないと思っていたんです。醜い企てをあぶり出してやろうなんて思っていたんです。でもそれはいつまで経っても見つけられなくて、少しだけ変わったんです。だから会長には感謝しているんです。彼をそう育ててくれたご両親にお礼を申し上げたいほど。好きか嫌いかで言ったらどっちだ。将来的に結婚したいとか思うのか。ねえねえ、そんな恥ずかしいこと言えるわけないでしょ。なんでそんなことを見ず知らずの人に言わなきゃならないんですか。私がとても知りたいからだ。まだいたのかよ、篠宮。どうも、みゆきパパです。お茶目で愉快なお父様ですね。そう、おやつ。